これ石山戦争ね。石山戦争は1570年です。そしてこれなんで1570なんですかってことなんですが、堺を信長が直轄化したことに対して石山本願寺が危機感を抱くわけです。そこで書いておこう1570石山戦争が始まるわけです。いい？そういう形でここもつながってるんだってこのこういうつながりっていうのがね。 あの、こういうのをバラバラにして、暗記するから、嫌なわけ、な、ね。こういうつながりが分かると、すごく面白くなってくるんですね。はい、石山戦争です。一向宗の門徒が信長に挙兵します。その時は。本願寺のトップが賢女という人物、彼の呼びかけです。でその後、何が起こるかと言いますと。あのー、実は、石山戦争が始まったけど、最初信長は、これ、あんまりできないです。何も。何でかわかる?。 それは簡単で京都のの中での対立が大変だったわけですだからこれが忙しかったから信長はこの石山戦争、ね、わーとか起きたけどだからそれが一段落した1573の次の年から動き出すんだ、ね、いいこういうふうな形で、ね、分かっていくと一つ一つなんでこの時期やっていったのかなとか、ね、なんでこの時期やらなかったのかなっていうのが見えてくるわけです。